こんばんは、金利館通りの藤村です。12月に入り年末も近づいてきましたが、今年は例の感染症の件があるから忘年会も新年会もやらないという会社がほとんどかもしれないですね。というわけで今日は夜のお店の忘年会の話をしたいと思います。こういったお店自体の女の子参加のイベントっていうのはお店によりますが、あるところはあります。藤村さんの経験上、大型のグループ店になると一切そういうのがないところが多くて、小さいお店ほど店長やオーナーのみんなで仲良くやろうみたいなノリでそういうことをやりがちです。藤村さん、こういうどこかに所属してる感や仲間意識、団体行動がものすごく苦手だからこういう業界にいたというのもあって、イベントごと本当に嫌いでした。でも毎回不参加だと、いわゆるあの子を調子乗ってるみたいに思われたりしたら嫌だなという小心者なところもありますから、時々参加はしてました。結論から言えば、まあ行ったら行ったで楽しいです。まず忙しい年末にそんなことやってる暇はあるのかというと、もちろんないですから、忘年会とは言っても11月だったり12月の頭だったり、世間のボーナス時期より早めにやるんですね。早番の女の子と遅番の女の子の部は分けて、それぞれの出勤終了後の時間に開催します。お店によってはその日の営業終了時間を早めたりもします。それで普通の居酒屋なんかに行くんですね。本当に普通の居酒屋です。高級店でも大衆居酒屋とかに行きます。それで店長から、今日は何でも好きなもの食べていいぞと言われたりするんですが、好きなものを散々飲み食いしたところで、今日お店に払った雑費にも満たないなぁと、ちょっと納得のいかない気分で焼き鳥をむしゃむしゃと食べながら女の子同士で歓談したりします。普段待機室で話してる女の子たちとお酒を飲みながら話すっていうのは、すごく仲のいい子以外とは滅多にないことですから、女の子同士の意外な面を見れたりもします。すごい清楚系のアイドルっぽい子がおらつき始めたり、お仕事派のベテランお姉さんが泣き出したり、普段めっちゃおとなしい子がお店への不満を大声で訴え始めたりと、なかなかの景色です。おそらくお客様方が想像するようなお店の女の子同士の飲み会のキャッキャウフフな感じのイメージは全然ないです。なんかみんなおっさんっぽくなります。巨乳売りの女の子なんかはすげーとか言われながら、みんなに順番にゆさゆさされたり、大笑いしながら谷間におしぼり挟んでみせたりしています。男性従業員は基本的にマネージャー、店長、オーナーあたりしか参加しません。意味合い的にはオーナーへの接待的な感じで店長が主催しているような気もします。このオーナーへの接待という謎の風習があるお店だと、誕生日やバレンタインにお祝いの会が催されたりもします。ここまでオーナーがお店に関わってくるようなお店だと、当然オーナーの機嫌一つでいろいろと変わるし、ひいきもありますから、女の子たちもそれなりにご機嫌を取ろうとします。そんなお店ってどうかとは思うんですが、藤村さんは出勤が真面目だったからか、だいたいなんとなく気に入られて、どちらかといえばひいきされることの方が多かったので、そうなると融通が効いたりして便利な部分はあるんですね。これがグループ店になると、そもそもオーナーを見たことがないという女の子がほとんどです。関わる男性従業員の数も多くて、常に誰かの目がありますから、基本は全てがマニュアル通りで、融通も効かない代わりに、趣味講習みたいな理不尽なこともないです。それでこういった謎の風習ですが、待機室のおつぼね様的な女の子が仕切っている場合もあります。辞める女の子のために女の子全員から1人1万円ずつ集めて渡そうとか、オーナーの誕生日だから1人1万円ずつ集めて渡そうとか、なんか余計なことをいつも提案するんですが、同調圧力で従うしかありません。ちなみにそのお店では、藤村さんが辞める前にそのおつぼね様が辞めてしまって、それ以来そういうみんなでお祝い金を集めるみたいなことは一切なくなってしまったので、せめて藤村さんが辞めるまではいてほしかったです。はい、というわけで、こういったお店主催のイベントなんですが、ホストやキャバクラみたいなチームワークが必要なお店だと、もっと頻繁にあったりもします。ホストなんかは全員強制参加の社員旅行までありますからね。
個室系の接客業だと、そんな女の子同士で仲良くしなきゃいけない必要性がないので、忘年会みたいなイベントが一切ないお店でも別に問題はありません。逆にトラブルの元だからと、女の子同士の付き合いを禁止するお店もあるくらいですからね。藤村さんとしては、あんなに鬱陶しいし、行くのがめんどくさかった強制参加のお付き合いも、今となって思い返すと、楽しかったこともたくさんあったような気がします。今となっては、毎週火曜日の夜の生配信が、皆さんとの忘年会みたいなものですから、お時間が合えば、ぜひ一緒に楽しんでくださいね。それでは今日はこの辺で、お上がりなさいませ。